る。普通なら死んでるってよ。ライナ、捕まれ。正体を現して巨人と戦いました。自分の命も顧みない、最も重要な情報をずっと黙っていました。恐れ、ユミルをよく知る私に言わせれば、彼女は見た目よりずっと単純な。それがどうであれ、彼女の持つ情報は我々人類の宝だ。複雑すぎるみたいなんだよね。はい。そう。ユミルはどう？ストクまで運んで、まともな医療を受けてもらわないとね。任せだよ。大丈夫かライナー。大丈夫じゃねえな。一度は巨人の手の中にすっぽり収まっちまったこともあるんだ。このペースじゃあの世まであっという間だ。自分で選んだ壁を塞がねえことにはしんどいだのと言ってる暇もねえが。そうだよライナー。そうか、あともう一息のところまで来ているんだったな。助かったぜミカサ。怪我はない？俺は大丈夫だライナ。みんないいかい？ユミルの件はひとまず後だ。いいね？はい。しかし現場、穴の位置を知らせに来たんだ。あったが、少なくともトロストクからクロルバクの間に壁に。でも巨人は実際に壁の内側に出てるんだよ。とにかく異常ないってなんだよ。どういうことだろう。ちょっといいか、話があるんだが。なんだ？現れたんだとしたら大変だ。そうなると位置を特定するのは困難ですね。これ何言ってんだお前。何を言って。エレン、お前が俺たちと一緒に来てくれるなら、俺たちと一緒に来てくれって言ってんだよ。急な話ですまんが今からだ。でどうなんだよエレン。ああ悪い話じゃないだろう。かがようやく届いたんだが。兄の。ああと、君たち104機の中に2名ほど彼女と同じ地、はあ、だこの2人は先の壁外調査の時誤って巨人が出現したのも右翼側でした。え、どういうことですか？2人が当然それだけで何が決まるってわけじゃないね。たか兄と親しい印象はありません。俺も大抵一人でもぐもぐ食べてましたね兄は。あ、そういう。でも同期としてはその疑いは低いと思います。無口なベル。ライナーは僕とジャントで女型の巨人と戦っています。ライナーは急に方向転換してエレンがいる方向に走っていったんだ。なんだそれ。ライナーがエレンの場所を気に。まさか。あの時女型の巨人が凝視してた手のひらに。もしライナーとベルトルトを見つけてもこちらの疑いを悟られぬように振る舞え。深く幽閉する必要がある。全員分かったね。はい。お前さ疲れてんだよなあベルトルト。この殺しまくった鎧の巨人ならなんでそんな相談を俺にしなくちゃなんねんだ。本当におかしくなっちまったのか。ここに長く居すぎてしまったんだな。
一つ知らなかったんだよ。こんな奴らがだのに、もう俺には戦士として最後まで責任を。ここで！勝負は今ここで決める。帰れなくなった故郷に帰る。ベルトルト、ライナー。